インコースですか。インコースですね、今ね。ちょっとまだ、はい、克服したいコースではあります。そうなんですね、はい、逃げましたよね昨日。あ、昨日逃げたんですね。めちゃくちゃ下手くそな逃げでしたけど、はい、どうやら自覚はあるようです。さて、予選最終日、初優勝への道を切り開くイン逃げとなるか大いに注目しますが、その前に2号艇谷口が差し切る、3号艇清水のまくり出し、狭いところは5号艇サルモニですが、フライング休み明けの清水選手は復帰節3走目にしてまたもやフライングを切るものの、前節は優出するなど概ね着をまとめています。1号艇の宇野が回って2号艇の谷川が攻めていく、まくり出すような格好で4号艇の清水亜美、トップ争いはどうか。1号艇宇野の内側、5号艇内をついて清水亜美のまくり出しでバックスレッジは一定身のリード。今節の常滑はコース上記との相性も良く、初日から6走で1着3回、2着1回、3着1回と予選上位の走りを見せています。明日の準優突破、そして初優勝へと弾みをつけたい予選最終走は自ら課題に挙げるイン1号艇です。インコースが1号艇の清水、得点率は 8.83、 第1レースでもまくり差し勝利を飾っていました。3号艇の池田が2コースです。2号艇の三松が3コースで、6号艇の落合が4コースでスローです。ダッシュ2艇は4番5番となりまして、第9レーススタートを迎えます。コース内から1番3番2番6番4番5番4対2のスタイル、第9競争スタートしました。まずは1、2コース先手を取りました。2コースから3号艇の池田が攻めてきます。1号艇の清水は突っ張っていきます。センターからは2号艇の三松がまくり、あとは6号艇落合が4コーススロースタートからの差し技でバックスレッジへ出ています。1号艇の清水が先行した。リードは3艇身、トップでバックスレッジ中間点を通過。スタートは正常でした。その後ろ6号艇の落合が内から2番手先前を仕掛けます。3号艇の池田は差してきまして、第2ターンマークを旋回、直線コースへ入ります。ホームスレッジ、1号艇清水は逃げを決めた。リードは4艇身くらいに広がった。2番手争いで6号艇落合外、内は3号艇の池田、両選手が並んで2周目、3艇身差で4号艇の北4番手、5番手が2号艇の三松、アウトコース5号艇永田という体制です。1マーク1号艇清水はあった、3号艇の池田が先前、このうち6号艇落合の差し、マックスレッジへ出ました。2番手は接戦が続いています。内から6号艇の落合、外は3号艇の池田、両選手は並んでいます。本日連勝、昨日からの3連勝、今節4勝目になりましたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。清水選手、インコースからのスタート、はい、ここは自分なりのスタートいけたんですかね。一点心理でした。いや、自分だけちょっと遅かったと思うんですけど、はい、ただね、3号艇がちょっと前に見えましたもんね。はい、はい、よかったです、回れて、うん、なんとかでも先前ができましたね。はい、今日なんか雲の中入るとちょっと気温が下がったりとか、そうですね、なんか回ってるのか回ってないのか分かんなくなった時もあったんですけど、ね、うんうん、いいと思います。何か気になる部分ってのは出てきましたか。気になる部分はないです。もうない、はい、じゃあ仕上がりとしては 100% と言っていいですか。いや、ちょっと明日の気温とかも分かんないんで、はい、今日は良かったです。はい、そうなんですね、はい、じゃあ今日は 100% としておきましょう。はい、はい、これで手元計算 9.00、はい、どうやら高額が手に入ったようです。はい、明日に向けてファンの方にメッセージお願いします。はい、逃げれないと意味がないと思うので、しっかり逃げれるように頑張ります。よろしくお願いします。清水亜美選手でした。ありがとうございました。デビューから3年1ヶ月、いよいよ我らが転覆系女子が明日の準優を逃げ切り、あれを掴み取る舞台を整えるのか、注目しないわけにはいきません。